これは畑に地植えしておいたハワイのオウロ、あるいはウーロパパイヤなんですが、少し時間が経ちましたので、上の方の葉っぱがしおれ始めてきていますね。で、これをどう処理しようかと思っているんですが、まずしおれている先の方ですね。そこから処理していこうと思います。この根の方は、しばらくこのままにしておいても大丈夫だろうと思いますんでね。まず先端の方を、そうですね、刃先からしたら十数センチ、20センチ近いでしょうか。カットしたんですが、こういう、幹とも言えない枝ですね。枝の子供みたいなものをカットしてしまって、この辺あたりですね。この辺あたりから生かしていくためには、こういう、茎葉と言ってもいいでしょうね。それらを取り除いて、で、ここから発根させる仕掛けを作ればいいんですが、とりあえず、こういう細い茎葉をどうするかは別にして、それらをカットして取り除こうと思いますね。茎葉とさっき言っていたものを取り除いて、こちらに発根させるべきカッティング、てっぺんのカッティングを取ったわけですが、こういう 茎葉の茎のところをカットすれば、その上から本格的なカッティングを取れる幹が、主幹から出る副幹、幹が育つわけなんですが、それはともかく、これをバナナの筧とかじゃがいもに差し込んで発根させる人たちもいますし、それからトマトですね。トマトを丸ごと使って、トマトに穴を開けて、そこにこの基部を、下の部分を突っ込んでやる人たちもいて、それぞれに成果を上げている人たちがおられますね。東南アジアでの話なんですが、それでトマトに、昨日はバナナの筧をカットしたものを使ったので、今日はトマトでやってみようかと思ってたんですが、冷蔵庫を調べたら、私が暑い時に解凍して食べる、トマトの場合には解凍しなくてもそのまま食べれるんですが、プラムなどと一緒に、トマトが冷凍されてたんですね。それで、生のトマトが今切れてしまったので、トマトは、まさか冷凍トマトは使えませんから、トマトは使えないので、これをどうしようかと思案していたんですね。
そうですね。まあこのまま土に植えるという方法もあるんですが、できれば何かに差し込んで、生き物に差し込んで、葛根と言えるような生きた根と言えるものを作りたいんですがね。ちょっと考えてから処理してまた撮影します。トマトがなかったので、冷凍トマトしかないので、それで畑に何かあったろうと思って考えてみたら、柿の木が実を結構つけていて、熟してきているものとまだ緑っぽいものとどっちもあったんですが、まあ熟しているものを一個持ってきて、で種を取り除いてですね、種そのままにしておくとパパイヤのカッティングが成長するんじゃなく、柿の種の発芽、苗が出てくるかもしれませんので、それでここにウロ、パパイヤのカッティングをこのように立てて、それから土をですね、土を周辺に持って、これを直立させようと思います。小さなポットに最上端のからのカッティングを、柿の実をくり抜いたのに刺して、あとは覆土して安定させたのがこれですね。まあこれはこれで様子を見ようと思います。これは葉っぱを乗っけておいただけです。ウーローパパイヤの先端からのカッティングの芽出し仕掛けは終わりましたが、まだこのように結構長い苗ですね。まあ路地ですから、幹も結構太いですしね。それで次の作業なんですが、 YouTube で見たものにですね、こういう茎葉をつけないで、この幹だけ、幹だけをカッティング扱いして、それをトマトの実の一部をくり抜いて、そこに突き刺して、そうして土に植えて、それからしばらくしてから、なんと米の研ぎ汁を作って東南アジアの方だと思うんですが、米の研ぎ汁を作って、それをただの水ではなく、米の研ぎ汁を株周りにやっていて、最終的には結構立派な葛根苗を作っていて、それが割と早めに、まあ熱帯地域ですから割と早めに開花結実して、低木性の、まあ直立ではありますけれども、盆栽風パパイヤ
を見事に作っている人がおられたんですね。で、ここからここまでですと、そういう幹だけの状態になりますから、ここでカットして、トマトはないので、またなんか工夫して、カッティングから、まず根が出るかどうか、という仕掛けを鉢植えで作ってみたいと思いますね。2番目のカッティングを差し込む、まあ植物を探してたんですが、まあ冷蔵庫の冷凍トマトの他は畑見ると別な種類の柿とかリンゴがあるんですが、ちょっとあまりふさわしくないかなという印象を受けたので、結局バナナですね、それをくり抜いて、でそこに突っ込んでやる関係で、このカッティングパパイヤ苗の基部下の方をハスカイにちょっとカットしました。そしてルートンにちょっとつけてですね、これをここにこうはめ込んで、そうして覆土して安定させようと思いますね。まあこれで発根してくれれば非常に簡単でありがたいことなんですがね。これは片手で撮影しながら支えて、もう一本の手が必要ですね。まあこのままにしておいて、今ちょっとうちは朝食が遅めなので、家内が朝食ですよっていうので、ここだけちょっと服を押さえて倒れないようにだけして、続きはまた朝食をやってからですね。こうやっておけば倒れないでしょうから、ちょっとだけ水をやって、この汁がありますね。近くに、ちょっとだけやっておく。まあ一旦ここで停止で、まだこれが残ってますから、道半ばですね、今は。先ほどは朝食に呼ばれて、途中で一旦作業とムービー撮影を中止したんですが、サンルーフに戻ってきて第二カッティングですね、ウーロの第二カッティングの株周りを土で固めて、その上にピートモスをちょっと敷き詰めて、そうして第一第二カッティングの仕掛けまで終えたわけです。まだこのように結構長い
幹が残っていますので、これから、まあ、取り木を仕掛けたり、継ぎ木ですね、をしたりして、この路地植えにしておいたウーロン、パパイヤのあれやこれやの仕掛けを完成させたいと思っています。ウーロン、パパイヤのまだ結構長い幹をどのように活用するかなんですが、まあ、あれこれのアイデアはありますけれども、そうですね、取り木を2箇所仕掛けて、そうですね、この太いところに1箇所、それから上の方にもう一箇所別なやり方で取り木を仕掛けて、その間に継ぎ木をしてみようかと思っていますね。まずそうですね、これは鉢植えにする前にこの辺を削るので、まず下の方にいつもやっているような取り木を仕掛けて、そうして鉢植えにして、それから上の方にもう一箇所取り木を仕掛けて、その後に小さな苗になると思いますが、継ぎ木をやってみようと思いますね。幹に切り目を最初斜めに入れて、その後垂直に近く上の方まで上げていったんです。こちら側と、それからこちら側ですね。それでこの取り木をする方に用土をあてがうわけですが、私が確実性があってシンプルだと思っている方法でやろうとすると、ここにジッパー袋をあてがって、そうして砂、まあプラスピートモスとかを入れればいいわけなんですが、大きさ3種類のジッパー袋を持ってきてみたんですが、このここで小さい方のだと下の方がギリギリですね。この2番目のぐらいですと、もうちょっと下の方まで根が伸びることができますね。まあ、これはちょっと大きすぎるように思うので、2番目、真ん中ぐらいの方があって、真ん中ぐらいのですね、ジッパー袋をここから差し込んでやって、そして砂などを入れて、そこで発根したものを受け止めるという仕掛けにしようと思いますね。取り木用の幹に斜め上方に入れた切れ目にこのジッパー袋を差し込んで
引き上げていってギリギリまで持っていきました。でここから根が出てもこのジッパー袋はもうちょっと下の方までゆとりがありますから、そこに根が伸びていってもまあまあスペースとしてはこれぐらいでいいんじゃないかと思いますね。じゃあここに砂などを入れていきます。取り木する方にジッパー袋をあてがって、その後カワスナ、モミガラ、ピートモスなどがミックスされたものを袋の中に入れていって、下はですね結束バンドで、まあ、固定するようにして、上はこの袋の中の用土に水をやるときに便利なように紐でくくりつけてあるだけです。横から見ますとこのようにギリギリ上近くまで袋を引き上げておいて用土を入れていったわけですね。それでかなり深い切り込みをしたので、下手をすると間違って折ったりしかねませんから、この状態でまずスリット鉢に植えて下の方を安定させておいてから上部の取り木作業にかかろうと思います。2番目の取り木は現状の幹の先端から14、5センチ、13、4センチでしょうかね、下のところまでここから5個ここから刻みを入れて、ここまで幹を2つに分けるような感じで、もちろんここは残してありますけどね、2つにいずれ分けることができるように斜め上に刻み目を入れて、反対側も同じことですが、こっちも同じことです。ここ見えるでしょうかね。ここに刻み目がありますね。ここですね。ここまで上げてあります。そうしてそこにですね、水を入れる容器を差し込んだんです。まあ台所で見つけた、これは冷やし羊羹かなんか知らないけどお菓子が入ってたんだろうと思うんですがね、空き容器です。でもっと大きな仕掛けでしたら、例えばねケチャップの空き容器なんかを使うこともできます。ただこれはこの場所にはふさわしくないほど長いですから、こんなに水入れる必要はないんですね。水を入れてここまで、この辺りまで発根してくれればいいわけですから、伸びてきたとしてももう 2、3センチあればいいだけです。で水を入れてずり落ちると困りますから、結束バンドで2箇所締め付けてあります。
通の水でもいいですし、まあ例えば今私は粉が余ってるので、このルートンというのを少し入れてありますので白く見えるかと思いますね。水だけでも上手に管理すれば発根はします。ルートンとかそういうものを購入して使うのが嫌だという場合には水だけでもいけると思います。これで取り木は一箇所、ちょっと土に埋まってますが、ここですね、と上の方にもう一箇所で、いずれここに根が出てきたらその下でですね、まあカットするわけです。あとここからここまではですね、まあ放っておいても根が出てくる箇所が何箇所ありますから、それでもいいんですが、芽と芽が出る間のスペースを利用して、まあ、粉へ、あんまり大きいのは接ぎ木できませんから、粉へでも接ぎ木しておいてみて、どうなるかを観察するのもいいと思いますね。そうですね、これですと、2箇所はいけますね。じゃあ次は接ぎ木の段階に入りたいと思います。接ぎ木する粉絵をここに2本持ってきていますが、こちらはハワイのカポホソロですね。実を買って食べて、その種をまいて発芽して、まだ来ないですが、このように成長してきているわけですね。食べたらカポホソロとか美味しいパパイヤ食べたらですね、種を取り出してこのようにたくさん発種しておくわけですね。そこから大きくなってきたものを選んで、またこのように育苗しておくわけですね。もう一本はちょっとはっきりしないんですが、沖縄の在来種の種を購入して巻いて、ここまで育ってきた苗だったように思います。それで接ぎ木する場合には、今度は下から上に上げるんじゃなく、幹の適当な位置から下に向かってこう挿し木するような感じのスペースを幹に作るわけですね。もう一箇所はこっち側、ここですね、ここなんですが、ここですね、ここから下に向かってこう切れ目を入れたわけですね。片手なのでとりあえず形だけ作りますと、これがカポホソロで、後でここを接ぎ木テープで巻いて留めますけれども、ここと、それからこれは沖縄の在来種かもしれませんがね、これはまだちゃんと開かないですね。後から刺してから撮影しましょうかね。まあ入れる位置はここなんですけどもね。じゃあ
接ぎ木をして、そしてテープを巻いた後にまた撮影してみます。接ぎ木はこれがハワイのカポホツオ、負担を少なくするために葉っぱはだいぶカットしてあります。それからこちらはちょっとよくわからないんですが、沖縄の在来種かもしれません。それで取り木はここと、それからここですね、ここと2箇所仕掛けて、この上にあった幹はカッティングを2本取って、ポット上にして根が出るようにルーティング、根が出るように仕掛けたものを別に作って、他の場所で保存しています。まあ一本の本州で言いますと、4月ぐらいにですね、パパイヤのコナエ、パパイヤあるいはパパイヤのコナエを購入して、まあ路地植えにでもしておけば、ここのウーロパパイヤみたいに大きくなって取り木、まあ9月の初めにですね、取り木を2本仕掛けて、それから根出し用のルーティング用のカッティングを2本取って、それも仕掛けて、ポット上にして仕掛けて、あとまあこれはしてもしなくてもいいですが、接ぎ木ですねもできると。まあパパイヤというのは買って植えるだけでも収穫して食べることはできるんですが、あれこれやってみるとなかなか賢い植物だな、賢い生き物だなと感心することがあります。まあどんな生き物でも賢い面を持ってるんですが、栽培者とか、まあ親とか教育者の人間の方がそういうことに気づかないでいるだけなのではないかと私は思っています。まあ朝食前から、もうすぐ今度はお茶ですよとティータイムの呼びかけが開かないからあると思いますが、3時間から4時間近く、撮影も入れると4時間近くかかりましたかね、まあ半日仕事になってしまいましたが、路地植えしておいたパパイヤの絵は全部こんな風にあれやこれやに処理してきたので、あとはまあ冬が来るまではそのままにしておいて、水やりの管理とかだけすればそれで済むと思いますね。まあちょっと私も疲れてきましたが、ムービーをご覧いただく方もお付き合い願ってお疲れになったと思いますので、まあご自分であれこれ好きな栽培にお戻りください。